日本海中部にある低気圧が発達しながら北海道に近づいていますこのため日本海側南部や太平洋側の地域を中心に朝から雪の量が多くなっています風も非常に強く襟りも岬では午前8時過ぎに最大瞬間風速30.5メートルを観測しています明日にかけてさらに雪や風が強まる恐れもあり 明日の朝までに予想される雪の量はオホーツク海側の多いところで50センチなどとなっていますまた太平洋側西部や日本海側の地方で30メートルから35メートルの暴風となる恐れがあります気象台では暴風や高波大雪による交通障害などに警戒するよう呼びかけています